すごい、わー、映ってる、わーい。でそこで今日皆さんと一緒に話し合いたいと思っているのは、第1回の時にも予告しましたけれども、ぜひ3月の中下旬に実際にお客さんを、そんな大々的じゃないですけど集めてみて、で実際にその閖上を中心とする名取の旅を実践してもらって、参加していただいて、でその方々と一緒に時間を過ごして、どういう反応だったかなということを調べて次に生かしたいということを考えています。でそのためにどういう旅を企画するかということを今日皆さんで一緒に考えたいというわけです。書いちゃったけど、あ、そうなんだ。それも面白いですけど、夜どうつけねばつけば、あっちのチームがプレーであんまり知ればな、普通に行ったことない人でしょ、どうやってプラント見学をしたいなと思っております。で協力してくれそうな人が閖上の方々、自分から行くっていう感じを示さないんですけど、いざ開いてしまうとものすごくあったかいです。あ、そうですか。どうも特徴みたいですよ、閖上の人は。結局なんかこう出てくるネタが、何回も話してると自動的に絞られてきてますね。あ、そうですか。アイデンティティを構成する何かが、まあ、共通にいくつかちゃんとあるんですよ。でネタはいっぱい出るんですけど、必ず出てくるネタっていうのが必ずあるんですよ。今の運動会とか、もう運動会はやっぱ命かけてたんですね。怪我人出るくらいです。あとその食べ物もたこ焼きも良かったんですけど、桃屋のカツ丼っていうのが必ず出るんですよ、どこ行っても。そうですか、ね、だから旅おこしっていうのをモデルにして、いわゆる観光地じゃないところにどんどんこう応用して、自分の町もまんざらじゃないっていうのを、ね、はい、広げることができると思うんですよ。閖上に行くぞ。